武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福岡大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、こちらがですね、基本的には大問2つで原文古文という形で出ることが多いんですが、2016年の前期、ですね、こちらが言語融合で、出題されました、ということもあって、まあ、それも含めて話していこうかと思うんですけれども、基本的な難易度、という意味では日大レベルが完璧にできていれば十分対応できる難易度、ですね。で、読解そのものはまあ選択問題が中心ですが、抜き出し問題など、あったり、まあ、古文に関しては記述が多少あったり、というような、形もあります。で、漢字の書き取り、なども出題されますので、まあ、割と知識系統の問題の出題率は結構高いと。文学史だったり漢字の書き取りだったり、まあ、まあ、単語の意味だったり、まあ、それは言葉の意味だったりですね、こういうものが結構出てくる、ところはありますので、まあ、知識系統を、しっかり入れておいた方がいいかな。まあ、漢字の問題集だったり文学史だったりですね。まあ、古文の場合だったら、まあ、和歌などの知識だったり作品の知識、文学史ですね。このあたりをちゃんと入れておく、必要があるかなと思います。で、文章そのものの難易度がそこまで高いというわけではないので、まあ、しっかり内容を理解できれば、十分対応できるものでありますが、言語融合で出た、問題に関しては結構文章が長くてですね、これは、まあ、ちょっと面食らった、ケースもあるかなと思うので、過去問をしっかりやって、ああ、こういう出方もあるのねってことを押さえておいた方がいいでしょう。で、基本的な勉強としては、まず現代文に関しては日大レベルの参考書通り終わらせる。で、その合間合間で、まあ、漢字の問題集などは一通りちゃんと仕上げておく。で、現代文キーワード読解などで言葉も、ある程度押さえておく、という形はしっかりやっておく。で、まあ、原稿、どちらでもまあ文学史の知識は必要になることがありますので、文学史はしっかり読み込んでおくという形でやっておきましょう。で、続いて古文に関しては、まあ、こちらも日大レベル、特にまあ古文上達の基礎編などしっかりやり込んでおけば、基本的に読解だったり、まあ、記述する問題に関しては大抵のものは対応できるでしょう。で、それに加えて、和歌の知識だったり作品知識、という意味で、まあ、和歌の知識に関しては単語、読んでみて覚える古文単語の中の和歌の知識入れておけば十分対応はできます。あとはまあ文法の問題だったり、その古文上達の中に出てくるもので、しっかり知識を入れておきましょう。で、文学史に関してはまあ専用のもの、スピード攻略文学史など、やっておく、形であればまあ十分対応できると思いますが、問題によってはちょっとこれは知らないとどうにもならないなっていう、要は作品だけ、知識を持ってもちょっとどうにもならないってケースもあるので、まあ、こういうものは出たらほとんどの人は解けないと思うので、まあ、無理にこだわる必要はなくですね、解けそうな問題だけ着実に解ききるようにしてください。はい、なので、まあ、知識的なところ以外の読解で結構点数は稼げるかとは思いますので、しっかりやっておけばですね。なので、知識で取れないことがあるということも想定しておきつつ、まあ、基礎的な問題をちゃんと解けるように力をつけておきましょう。以上が国語の勉強となります。